はい、ちゅうことで皆さんこんにちは。今日来ているのはこちらの駅です。一体どこの駅でしょうか。答え合わせまで3、2、1。そう、今日来ているのはこちら東海道本線の静岡県にある富士駅に来てます。位置で見るとこんな感じですね。静岡の中心である静岡駅はここにあるんですけども、ちょっとね手前側東京寄りにある駅ですね。新幹線の新富士駅すぐ近くにあるんですけど、在来線の駅になっていて東海道本線の駅で、ここから上の方に山梨の方に続く身延線が伸びているっていう感じですね。すごい、これは YouTuber の内部事情なんですけど、今日ね撮影が1週間ぶりぐらいなんですよ。1週間何してたかっていうと、ちょっとねあの他の YouTuber の友達と海外行ってたりとか、あとは家でねめっちゃ編集とかしてたりしたんで、ちょっとねトークなまってそうな感じもするんですけども、今日はねここの富士駅から、この富士の都市部からですね、わずか30分で行ける秘境駅、ここに行きたいと思います。でですね、地図こんな感じになってて、富士駅はここにあって、それ今回向かう秘境駅はこの辺りにあるんですよ。そうなので、この今いる辺りが富士市の中心地あたりなんですけど、そこからねわずか10キロ15キロぐらいで、僕も今回ねこの秘境駅通過したことはあるんですけど、なんだかんだちゃんと降りるの始めたんで、めっちゃ楽しいです。ではでは、よろしくお願いします。さあさあでですね、やっぱ富士駅といえばね、目を引かれるのがこれですよね。向こうの方、東海道本線のホームなんですけど、レンガがねこう下の根っこの方もレトロなレンガがこう山積みになってるんですけども、富士駅もすっごい歴史のある駅で、東海道本線自体古いんで、多分もう1800年代後半とかにできた駅なんじゃないかなと思いますね。最近ではね結構少なくなったこのホーム上にあるね駅そば屋さんですけど、僕さっきねあそこで食事取りまして、そばもね結構コシがあって美味しかったっすね。うん、このホームにこう漂うようなそばつゆの匂いっていうのがたまらんのですわ。もう令和、そしてその次の元号になったとしても残り続けてもらいたいというふうに思いますね。でこの身延線なんですけど、まず富士駅の時点で結構面白くてですね、向こうの方ちょっとね貨物のヤードみたいなやつがあるんですけど、向こう側が東京方面になってます。でこっから北上する北の方に伸びる身延線っていうのは、こっからですね、こうスーッと東京方面から来たりしちゃう、そのまんまスーッと入れるようになっていて、ここからこういう風な感じで北上していく形になってます。ただねこれもともとちょっとね線形違ってて、ちょっとこれご覧いただきたいんですけど、航空写真ですね、こうよく見てみると昔はですね西に進んでそのまま北上するのではなく、身延線はこの東京から来た列車が一旦この富士駅で折り返すような形で、一旦こうまた東京に戻ってから北上するような線形が取られていたわけです。なので今ね東京方面見てるんですけど、東京から身延方面に昔直通してた列車っていうのはこう向こうからスーッと来て、でここで折り返してちょっとこう今ね向こう貨物のヤードっぽいところ、こういう風に行ってこう上の方に北上するような形が取られていたと。まあでもこれここから先のね富士宮の方、ここから北の方、富士山の麓にある富士宮って都市があるんですけど、その富士宮にはその宗教関連の施設拠点なんか結構置かれていて、あのその参拝に行く方向けの東京からの臨時列車っていうのが一時期すっごく多く運転されてたんですよ。だから東京から来てそのまんま直通で富士宮まで行くと、ちょっとこの後ね富士宮通りますけど、なので東京方面から進行方向変えずそのまま入れるように線形がね多分戦後あたりかなに変更されたという歴史があります。さあやってまいりました、 JR 東海を象徴するオレンジ色の列車。まあでもね東海道本線なんかと比べてだいぶ短いですよね。これ2両編成での運転です。身延線ってやっぱり両端のその甲府だったりとかこの富士駅周辺の利用が多いので、なかなかね中央の身延の方まで行く列車って少なくて、この列車も西富士宮で止まってしまうので一旦ね乗り換える形になると思います。うわー、そして線路たくさん、ここからガチャッと転線していきます。秘境駅ってその駅自体もね本当に面白いんですけども、ただこの都市部から出発してどんどんと一駅の間とかでも景色がガラッと変わったりするんで、それがねあの醍醐味だと思います。左の2本は東海道本線、右手2本、こっちが身延線ですね。本来ここにちょっとね奥の方にこう電流線というかちょっと車庫みたいなやつがあるんで、まあ、ここの用地を活用してこっち側にこう西の方にこうカーブするようなルートが通されたんじゃないかなと思います。一応ですね地図載っけておくとこんな感じで、途中の縦堀駅っていうところ
ここまでが新しく付け替えられた区間になってます。縦堀過ぎてから川を渡るんですけど、その川を渡る手前で急線のエリアと合流していくので、そこからさっき出発してきた富士駅までの区間っていうのが1969年に新しく設置された区間というふうになってます。まあ、そんな背景があるので、東側ルートの方もおそらく今探したらなんか旧線の跡地とか、それから昔あった駅の跡地とかもしかしたら残ってる可能性もありますよね。さあ、そしてゆずに木と書いて湯の木駅ですかね。やっぱりね、1960年代新しく作られたということで、この辺りはもう高架化されてますね。だから結構線路だけ見ると本当なんか新しそうな感じなんですよ。富士駅の一つお隣ということで、だいたい1日500人くらいの利用客がいる。なのにもかかわらず無人駅だそうですね。で、気になって調べてみたんですけど、こんな感じで、もともとのその急線区間に関しては富士緑道として、やっぱり緑道として整備が行われているみたいなので、ちょっと急線とかお好きな方はね、ここを歩いてみても面白いかもしれません。富士駅からも結構近いんでね。さあ、ここからは高架というよりかはちょっとこう盛り土っぽいのかな、土の上、土手っぽい部分を走行。そしてこれ、富士山の麓の部分、せり上がる斜面に対してそれに合わせてこう建物が設置されているので、こう目の、ね、上の方、標高高いところに建物がこうへばりつくような感じになっているのは、これはね、身延線ならではの光景かな。綺麗なんですよここ。そしてあちら正面にへばりつくような高架道路は、あれ新東名かな、東名高速もっと手前だったと思うんで、より山側に通されているのは新しくできている新東名高速。ちなみに晴れてればこの正面に雄大な富士山、今見ている景色の真正面に富士山が来ていたはずなんですけども、あいにくのどん天ね。雨こそ降ってないんですけども、富士山はご機嫌斜めのようですな。そしてこの縦堀駅を出発した後、この辺りで当時のその急線は進行、この右手の方からこっちの方に合流してきたと思われます。まあただもう目視では確認できないぐらいに市街地化が進んじゃってて、この辺りでもうね合流してますね。川を渡って、まだねこの辺りも結構緑が生い茂っているとはいえ、住宅が点在していて、そのスーパーとかだったり、まあ、その商業施設関連も周辺にあるような形になってますと。で、静岡の中で、まあ、人口ランキングでいうと上から静岡市、浜松市で、その次に次いで多いのがね富士市らしいんですね。そうだから僕てっきり次に沼津とかね、そっちがランクインするんかなと思ったら、その次に沼津、藤枝、富士宮とこう続いていくみたい。で、さっきの戦後ルート変更された区間が終了すると、あからさまにこう地上に降りてきて入山瀬駅ですかね。身延線も結構歴史たどると古くてですね、中央本線ができたその後ぐらいですかね、1900年代、初頭あたりに富士身延鉄道という、当時は私鉄だったらしいんですけども、線路が延ばされて、で戦前に国有化されるという結構あるあるなパターンで、そこから国が管理する国有鉄道、国鉄になって JR に分割民営化、現在の身延線になっているといった形ですね。で、これ勾配表を見るとね、今見えましたでしょうか、23って書いてあります。これ1000メートル進むのに23メートルの高低差が生じるぐらいの坂、結構ね鉄道の坂の中だときつい方だと思うんですけど、それを難なく登っていく。それからこのカーブも1回じゃなくてポンポンポンとこう普通にこの 20% ミル級のカーブが出てきたり、あとはかなりこのカーブが続くと、このカーブ急勾配が重いのがこの身延線の特徴ですね。さあ、またここからもちょっと急な坂ですよ。まあ、目視で正面から見るとそんなにきつそうに見えないんですけども、まあ、でも乗用車とかに比べてゴムタイヤとかと比べたりするとやっぱ鉄と鉄なので摩擦力がこう弱くてですね、鉄道ってこう坂に弱いんですよね。スリップとか車輪が空回りしてね、雨とかで空回りしちゃったら坂登れなくなっちゃいますし、ましてやね当時は蒸気機関車の時代ですから、そういう風なことを鑑みたらなんか当時は本当苦労して登ってたんじゃないかなと思いますね。今でこそ性能発達して電車くんはもう軽やかにねスッと気持ちよく登ることできますけども、
さあそして列車は坂を上り切ると富士市から富士宮市に入ってまいりました。宮が増えただけで別の市町村になります。ちょっと紛らわしいですけど、富士宮の中心駅ですね。でこの列車は1個先の西富士宮まで行くんですけども、このね富士宮駅はまた以前もね紹介したことあるんですけど、結構興味深い面白い駅なので、一旦こちらの駅で下車して次の後続の列車を待ちます。もうここで皆さん降りて列車もガラガラになっちゃった。さあということで、さっきの列車を下車しまして、途中の富士宮駅到着です。でこの富士宮駅は、まあ、この身延線の途中の主要駅なんですけども、ここね東京から創価学会の方専用の臨時列車がね、あのよく発着をしていたホームがこのホーム、臨時列車専用ホームですね。これ富士宮にある謎のね長いもう使われていないホームですね。おちょうどそうしてやってきましたよ、身延線の特急列車。これもう本当に日本屈指のレベルでめちゃめちゃ遅い特急列車というふうにね言われることがある特急富士川号です。これかっこいいね、このねこの音よ、この到着する時の音、加速する時の音、ウィーンというこの音がねたまらないね。でこのね富士宮から先に行くねあの下り列車がめっちゃ少ないんで、ここでちょっと一旦乗り換えます。でこの富士川号は両数を見ると3両編成なんですけども、もうそれのマジで 何倍あるんだってぐらいのホームがこう横にね鎮座をしてるわけですね。いや久しぶりに降りましたよ富士宮駅。一応お弁当屋さんなのかな、観光案内所みたいなやつも正面にあるみたいですけど、平日だったのでちょっと閉まってましたね。土日はもうちょっと人多いんじゃないかなと思いますけど。いやーということで、ちょっとだけね次の列車まで時間あるんで富士宮駅降りてまいりましたけども、ここがねちょっと特殊なんですよ。ここいかにもなんかこのあのホームの土台みたいなこの滑り止め、黒いやつね、これホームに転落しないようにするための滑り止めなんです。これがねなぜかここにあると、駐車場が広がってまして、でこれがさっき見てた臨時ホームの1番線ですね。でその昔はこの富士宮から、まあ、そのいろいろね事情があるんですけども、あの創価学会が日蓮召集から破門されたのが確かね今から20年前ぐらいとかだったと思うんですよ。ちょっとこれに関しては僕専門外なので、ちょっと間違った知識等々あるかもしれませんけども、そう日蓮召集から創価学会が破門されてから、この創価学会の方、会員の方を輸送する列車っていうのも運行がなかなか本数少なくなって、でホームも使われなくなったっていう背景があります。だから20年前ぐらいまではここからその総本山の日蓮召集の方は、大石寺ですね、あと他その日蓮宗の総本山なんかも久遠寺って言って、ここからちょっとねバスで行ったところにあるんですけど、そういった総本山に向かう方々が富士宮で降りて、でここのホーム1番線ホームからここに来ているバスに乗り換えてですね、でここから向かっていたっていう背景があるので、多分ここも臨時改札みたいなやつがちょっとそこにね、こうなんていうんですかね、出口みたいなのがあって、こう柵がねあの開け閉めできるようになってるんですけど、ここから多分お客さんが出てこの橋上改札、橋の上の改札口を通らずとも、そのままスッと臨時ホームから抜けて、でバスに乗ることができるような、こう仕組みが取られていたんだと思います。その名残がねやっぱね富士宮来るとやっぱこう感じ取ることができるんでね、面白いですよやっぱ。でですね次の列車が、これです。26分発のやつが行って、今31分で次9分後のやつに乗ります。これねもうほとんどの列車がこの次の駅西富士宮行きになってまして、でこの駅が富士宮の市街地の西端なんですね。だからここまではね結構学生さんとか乗るみたいなんですけど、このね普通列車の甲府行きはマジで本数少ない、2時間に1本 で今回行く秘境駅ね、この富士川号止まらないんでね、もう次ね2駅で美濃まで行っちゃうんで、これにはちょっと乗れないと。だからこれですね、乗るのはこれよ、逃したらちょっと大変なことになるわ。さあ来た後続の列車、一本で身延線を全線走破する富士発甲府行きの列車です。でこれちょっとね乗っけておきますけども、身延線って駅の数もかなり多いんですね。そうなので普通列車で行くとなると、その停車する時間もかかります。どれくらい身延線時間かかるのかというと、富士から甲府までですね大体 88.4 キロで、約3時間で普通列車は走破します。でこれ東海道本線の場合、東京からだいたい小田原間に相当するんですけど、東海道本線はこれ同じ距離を1時間20分で走破することになるので、同じ距離を走破するのでも
東海道線の2倍以上の終日時間がかかるというふうな形になっております。そしてこれどうでかい鳥居、富士宮のもうランドマークと言ってもいいんじゃないでしょうかね。富士山本宮浅間大社の大鳥居、大きい鳥居です。でここからね、線路が今まで2本だったんですけど、富士宮を境に1本になっているのが分かるかと思います。しかもものすごい勾配よ、これ何パーミルあるの。そう、ここから先はより人口利用者の少なく需要少なくなるエリアになるので、富士宮までは複線、それ以降は単線、線路1本で伊那部方面まで向かっていくと。そして到着したこれが西富士宮、あ、これあれですよ、さっき乗ってきた列車ですね。西富士宮は線路2本の設備があるので、ここでだいたい列車が折り返して、この需要のある区間をこうシャトルランするような形で日中運用になっている列車が多いということですね。でこの西富士宮、まだね富士宮市の結構都会な部分なんですけども、次です、ちょっと拡大地図載っけておきますけど、こんな感じ。次の駅がこの身延線、静岡県内で最も利用者の少ない秘境駅、沼久保駅で、この西富士宮から沼久保の景色の移り変わりっていうのが結構面白いんですね。線形見ても進行方向をこう北から南にこう変えるような形でくねくねとカーブを描いて勾配を登って到着、そんな光景を見ることができます。再び線路は1本に。ここからももう何食わぬ顔で20パーミルの勾配を登っていきますからね。しかも出発してそんなに速度がこう乗ってない状況でもぐっと登っていく、体力あるね身延線。でもなんでこんなねカーブが多い線形になっているのかというと、ちょうどこの辺りがさっき言った富士市の平野部と、それから富士山の南側の方にこう派生してきている山地、これの境界部分で結構ね高低差があるんですよね。標高差があるので、それを超えるために距離を稼ぎつつ登っていく。身延線もやっぱ歴史がある路線なので、まあ、トンネルとかで通すというよりかはなるべくトンネル作らずに距離を稼いで登っていく戦法が取られたと。だからこれ車窓を見てなかったらあんま気づかないんですけども、ずっとカーブ、ここでね多分ね先頭は南側を向いていると思うので、進行方向変えたような形になってます。まあこれはねいくら特急列車であってもこんなんでスピード爆走したら脱線もね本当に可能性としてはあるでしょうからね、特急であっても特に急がない列車になってしまうと。ただですね、これ後で調べて僕もびっくりしたのが、さっきの西富士宮と次の沼久保駅、西富士宮の方が標高が高いみたいなんですよね。西富士の方がその125メートル、次の秘境駅沼久保が113メートルなので、知らず知らずのうちにどっかで峠越えをして沼久保の手前でだいぶ下っているみたいです。これねもしかしたら鉄道好きな方、共感してくださる方いるんじゃないかなと思うんですけども、ずっと車窓を見てるとこれが上り坂なのか下り坂なのか目の錯覚でマジで分からなくなってくるんですよね。まあ、体感実際に乗ってたら分かりやすいんですけど、まだ、ただ映像で見るとね、あれどっちだっけなと思って。さあさあ、お目当ての駅の到着放送がかかってますけども、民家も一軒もないような景色になっておりまして、でこの到着放送散々流れてるんですけども、まだねお目当ての駅は見えないんですよね。ここのカーブを曲がったら見えるはずなんですが、曲がってもまだ見えない。一体どんなところに隠されているのかと、これまだ見えないんですよ、カーブが多すぎて。そんで草やぶかき分けてようやく見えてきた、これがお目当ての駅、てか到着した瞬間に雨が降り出した。車両のドアは一番前からしか開きません。ということで到着いたしました。これが身延線一の秘境駅、沼久保駅になります。ちょっとね、一駅のこの違いものすごいな。さっきの西富士宮はまだね結構都会で、さっきだって普通になんかマンションとかなんか10階建てぐらいの住居とかありましたけども、ここ一駅でこんなに差があるなんてね、
下車したのは、僕とあともう一人ねいたんですけども、鉄道ファンの方かなと思ったんですけど違いましたね。多分地元の方で、多分迎えが来てたんで、それで多分戻られたんじゃないかなと思います。普通にめっちゃ蜂いるわ。今日ね、ほんと蜂に襲われないように、蜂って黒に向かって攻撃するじゃないですか。だから後ろ T 来てきたんですけど、怖い、うわ怖い怖い、びっくりした。スズメバチじゃねえ、さっきのガチのスズメだわ。ちなみになんですけど、スズメバチとかハチとかってこの視界がね、あんまこう下を見れないみたいなんですよね。そう、だから ここの角度しか見れないみたいなんで、襲われたらしゃがめって僕学んでるんで、これしゃがんでればとりあえず襲われることはないのかな、多分。そうで、これ下にね、普通に剣道かなんかが通ってるんで、まあ、正直ね、音もあるんでそんなに卑怯感はないんですけども、でもこれね、静止画とかにしたらめっちゃ卑怯感あると思います。そうで、この卑怯感を醸し出しているのがね、やっぱこれですよね。沼久保駅で、ね、このホームの長さが結構短くなっていて、でしかもね、ここ向こうの富士宮よりカーブになってます。でこう来て、で向こうの方ですね、身延寄りに関してもかなり急カーブになってるんで先が見えないんですよ。そうだから本当なんか森の中に取り付けられた簡易的な駅という感じが、また秘境駅感マシマシにさせてくれてますね。早速ね、秘境駅の洗礼ですよ。着いた瞬間からめっちゃ雨降ってきたし、でこの近くに一応川もあるんですけど、ま、若干距離あるんで、ま、多分水害は大丈夫なんじゃないかなと思うんですけど、でもこれね、やっぱこの土砂災害とか結構懸念されそうですよね。もうすぐ裏手が山になってるんで、そんなので、避難場所もね、こうしっかりと表記されていてですね、標高は117メートル、秘境駅なので、まあ、特急列車も止まらず、もうほとんどが、甲府行きもしくは富士駅行きになってますね。で次の列車は今14時59分で、僕ね今日は掛川で一泊する予定があるんで、これだな、1時間後の電車に乗ろうかな。今57分なんで、次の列車は51発あと5分後にもう1本ね、列車が、富士行きの列車が来るみたいですね。でこれね、身延線って、まあ、この富士駅から静岡から甲府、山梨の甲府の方まで伸びてるんですけど、結構もうちょっとね、内陸側、静岡山梨の県境とかそっちの方に行った方が飛行機あるんかなと思ってたんですけど、意外とね、この沼久保が身延線の中で乗降客数が一番少ない駅、確かね1日6人とかかな、それぐらいの方にしか利用されていない、だから乗降客数でいったら一番少ない駅になっているみたいですね。でこの駅はね、無人駅になっていて、しかもあれが使えないですね、自動改札が使えないので、切符で来た方が良さそうですね。ここに切符を入れるような形になってます。うわ、怖い怖い怖い、え、何、なんか変な音がするけど、まあいいや。お、ちょうど折り返しの列車がやってきますね。沼久保はもう完全にこれ単線、線路一本になってるんで、多分ここから先の一個先の方に行った駅で、さっき僕が乗ってきた列車とすれ違い、行き違いしたんじゃないかなと思いますけど、ほらもう勾配がすごい、これ25パーメル、これ坂を駆け上がって来た来た、うわいいね、素晴らしいよ。鉄道フォトコンテストとかに出せそうな雰囲気だけどな。 JR の青春18切符のポスターかなんかに使えそうですけどもね。今の時期ちょうど良かったかもしれないですね。一応今日3連休なんですけども、でもこれが青春18切符シーズンとかになると、まあ秘境駅巡る方ね、鉄道ファンの方相当多いと思うんで、結構人が多くなっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。やっぱ秘境駅ってやっぱもうその名前の通りなんで、あんま人がいると秘境感がないので、撮影の時とかも僕なるべくね平日に行くようにはしてるんですけども、今日でも3連休だけど人はまあまあ少なそう。富士駅に向けて出発です。降りる方はまあさすがにいないか、あいない。一応ね、踏切もあるっちゃあるんですけど、こう構内踏切こっちなんですよ。駅の方にかかってる踏切はこっちで、でもう一方でね、謎になんかこうこっちの踏切結構新しいんですけど、林道の方に伸びる謎の踏切があったりするんですけど、これ何マジで、ちょっとだけ行ってみましょう。今時刻表見てもね、列車運行されてないんでね、大丈夫だと思うんで、
ほら、すごい新しいんですけど、でもこう中はちょっと入れなくなっちゃってます。ちょっとこれ以上先、うわ、怖っ。何これ、一応道はあるみたいですけど、ダメだ、もう草が生い茂って、中には立ち入れない。もしかしたらまあ工事関連の数とか使ってたのかな。で、うわーってか、待って、雨が強くなってきたぞー。で、駅前ロータリーもなくね、駅前こんな感じになっておりますって。で、このね、謎の石碑がここにあるんですけども、お名前、この方は高浜巨子さんという方らしくてですね、僕もちょっと存じ上げないんですけども、明治時代から、まあ、昭和、まあ、戦後ぐらいにかけて の俳人、まあ、俳句を書く方ですね、小説家の方だったらしいんですけども、とある停車場富士の園で、園だけ、やばい、漢字のここの偏差値が低すぎて読み方に自信がない、多分合ってますよね、竹の秋沼久保で降りる子連れの花の芽で合ってるやばいな、ちょっと自分のバカさを露呈してしまうことになりましたけども、これは、要はね、ここからすっごく綺麗に実はね富士山見えるんですよ。ちょっと今日は本当にあいにくの天気でマジで残念なんですけども、この沼久保駅の方角的に多分向こうの方ですね、あっちの北富士宮側をこう眺めると、ここに雄大な富士山がバーッとこう映っているはずです。ちょっとね、晴れている時の写真載っけておきます。こんな感じらしいんですけども、ちょっと今日は残念ながら曇り、今ね7月で梅雨なんでね、もうどこ撮影しに行っても天気悪いんで、もうしゃーないっすね。これはまたちょっと天気がいい日に行きたいな。沼久保駅、おーしょ、地図を見るとこんな感じで、もうこの県道がすぐ真横にあって、でどうやらね、もうすぐ近くにこの富士川流れてるんですけども、この川よりもだいぶこのね、県道とか身延線は高いところに、設置されているみたいです。線路も道路もね、だからやっぱ水害対策とかもきっとあるんじゃないかなって思います。だからもうちょっと向こうに行くとね、川が見えるみたいなんですけど、でこれね、思ったのは、これ車から駅に来た方が秘境感はものすごく感じられると思います。というのもこれ危ないよ、県道、ここを鉄道と同様に四角になっていて、で向こうは大きな下り坂で、ここのなんか下の方行けるみたいなんですけど、なんかね、草が生い茂ってて、もうこう中に立ち入れないような感じになってますと。だから車目線で行くとこうですよね、向こうが富士宮側なので、こう富士宮側からぐーっとこう坂を登ってきますと。でさあ登ってきたと思って、でここを右に通るね、こう林道みたいなやつがあって、でここを先に行ったら沼久保駅って感じですから、これ何も看板とかも出てないんで、これはねびっくりすると思いますよ。ただの林道かと思ったら踏切があって駅があるなんてね。沼久保駅もね、だいぶ歴史はあってですね、もともとは1920年代戦前に、もともとは別の鉄道会社、身延線になる前の鉄道会社によって、停留所としてね設置されたのが始まり、戦前からある駅らしいですね。ちょっとね、気になったのがこれ、ほど久保じゃない、沼久保、こうなんちゃら久保、大久保とかほど久保とか、全国にこうなんちゃら久保駅シリーズって結構あってね、マジで間違えそうになるんですけど、沼久保、これはね、椿が植えられているらしいんですよね。これだから、椿に寿命の樹に縁で、これ珍樹園って読むみたいです。この読み方を僕人生で初めて読んだかもしれない。 JR 東海の方、社員の方がここに椿を植えて、これが珍珠園という風に言われているみたい。さあ、でちょっとね、こう時間が、ね、あと30分ぐらいあるんですけども、ここね、どうやらなんですけど、こう行き止まりだと思うじゃないですか。こういう風にビデオカメラで見ると、あたかもなんか行き止まりの謎の下り坂って感じなんですけど、ここからトンネル通ると向こうの集落の方まで出れるみたいなんですよ。ちょっと怖いけど行ってみようかな。大丈夫かな、これマムシとかね、ハブとか出てきたら嫌なんだけど。でもやっぱりさっき調べたんですけど、雨の日は昆虫とか、あと怖いな、蜂の動きが鈍くなるらしいんで、蜂に刺されるリスクっていうのはだいぶ下がるみたいです。よし、あ、マジだマジだ、うわー、行き止まりかと思っていたらですよ、ここに通路が現れまして、うわー、なんか隠し扉発見したような時の気分です。うわー、でもちょっと大丈夫？落書きたくさん書いてあるけど、ちょっと夜にはやんちゃする方々が
やってきそうな、そんな雰囲気。わあ、ナメクジの歩いた跡がめっちゃあるよ。おおおお、あ、あらあらあら、こっちは普通の集落っぽいですね。民家ありそうな雰囲気はありますわ。へえ、わあ、こんな感じですよ。こう下下ったところには集落がね、住宅が、まあ、大体15軒ぐらいはあるのかな。で、多分なんですけど富士山見えるのこの辺りなんじゃないかな。今日ちょっとあいにくで見づらいですけど、わあ、いい感じの雰囲気。うちの実家もねこんな感じの雰囲気だから、ふるさとの感じがし、おー、びっくりした、トンボかい。僕あの大学が地理学をやってたんですけども、こういうのよくやったんですよね。こう道路を歩いてると突如なんか、ま、お墓とまではいかないけど、こうなんか墓石でもなんかこうイラストっていうか、人間なんかこうあの顔が描かれてるみたいな、これね多分道祖神ってやつで合ってたと思います。道にあの祖先の祖に神と書いて道祖神、まあ、要はこういうこういうところをこう歩く方のから歩いてる方から、まあ、悪霊を退散させたりとかね、こう旅の安全を願うために設置されたものなんですよね。だから結構道歩いてるとね、道祖神って結構あの至る所で見かけますよね。ね、すごく気になったのが、もう鉄道の駅がねあそこの今ね車が通ってるさらに奥の方で結構距離歩いてきてるんですけど、なんかねここにあの甲のマークのこの杭が打たれてるんですよね。でこれね、あれですね、うちのチャンネルで説明してますけども、土地の境界を表す境界杭って呼ばれてるものだと思うんですけど、この甲のマークってその甲部省だから、鉄道局とか鉄道省が発足する前の本当明治時代にその鉄道を管轄していた省の甲部省、もしくはこれねレールの断面って言われてるんですよ。要はここまでが鉄道用地ですよ、鉄道の敷地ですよっていうのを表すものだと思うんですよね。そうだから鉄道の、ね、駅からだいぶ離れてるのになんであるんだろうと思う。だからここら辺にもしかしたら線路があったっていうことなのかな、なんか鉄道の関連施設があったっていうことなのかもしれないです。ちょっとわからないですけど、さっきのあの明治時代のあの俳句の俳人の方が読んでいた石碑にもねありましたけども、竹の脇だっけな、秋の竹だっけ、どっちかあったと思いますけども、やっぱね石碑に刻まれている通り竹林がものすごく多いこの辺りね。こっちもそうですけども、でも竹落ち着くな、うん、すごく安らぎますわ。ちょっとジメジメしてあれだけど、気候さえ良ければ、あと天気さえ良ければ最高ですよ。皆さんはぜひあの晴れてる日に訪れていただければと思います。なんか駅の案内かなと思ったんですけども、あ、そうなんだ、土石流が危険なんで気をつけて行って、残されて、大丈夫だった、ごめんなさい気をつけてねという看板がありました。でもこっち側から入ってもやっぱね、ここから先にあの沼久保駅がありますみたいな表記は全くないですね。だからでも集落側から駅に行くときも初見の方多分分かんないですね、駅がこの近くにあるかどうかなんてのは。うわ、びっくりした。でもまあ多分皆さんあの地元の方はもうこれ認知してるから全く問題ないということなんでしょうけど、あー、天気悪いとはいえこの軽い霧雨、今ちょっと雨がね止みかけて霧雨ぐらいなんですけど、この綺麗な空気と最高ですね。人が来た、よいしょ、いいですよ、人が来ても大丈夫です。僕だけの駅ではないので全然悪いと思いませんし、いい感じ。あのたまにやっぱ飛行機来るとねやっぱパワーもらえますわ、最高。このね上り列車は勾配に登ってで速攻でホームが現れるので、こういうのどうなんでしょうね、あの電車の運転手さんからしたら結構難しい操作になるんじゃないかなと。あと雨なんで結構車輪とかもねスリップというか空転しがちだと思うんでね、結構難しいんじゃないかなとか思いつつ、ありがたいですね、こういう風にお金払えば乗れて移動できるっていうのはいい時代に生まれたと。身延線もあの車両ごとに座席の種類が異なっていて、これはねボックスシートです。しかも身延線の車両座席ふかふかなんですよね。でまああいにくの天気だったんですけども、ちょっとね帰りに皆さんにお見せしたい景色がありまして、さっきね僕正面ずっと車窓をお届けしてたんですけども、ここのね、富士方面行きだと進行方向右手の景色すんごい綺麗ですね。富士山とは反対側のあの景色なんですけども、富士市街をこう一望することができる景色、もうそろそろ見えてくるかな、さっきちらっと見えて、あ、帰りはちょっと動画撮ろうと思って回してみましたが、さあどうだ、あ、これだ、
これ美しい。あの U の字に西富士宮にかけてカーブすると思うんですよ。そのカーブする手前ですね、市街地一望することができます。これも本当に一瞬ですね。これ見た後くるっと進行方向また変えて正面の市街地海の方を向いて列車は進んでいきます。次はちょっと晴れてる日にリベンジしたいな。あまりにもちょっと天気が悪すぎましたけども、でも涼しくてね、気候的にはまあ、あの過ごしやすかったんで移動はしやすかったですね。ということで皆さんもぜひ青春18切符等でも訪れることできますので、身延線秘境駅旅よろしくお願いします。ではありがとうございました。